198cm 115.0kg アンドリー・タメサン、セコンドモンスターアンドリュー・トムソン、準決勝敗者復活です。赤コーナー193cm 107.9kg マイキー・ベイナリット、アンディの魂宿りし帰ってきた南アフリカの剛腕マイク・ベルナルド。いよいよ準決勝です。この一戦に勝てば東京ドーム進出が決定します。試合は3分3ラウンド10カウント2ノックダウンシステムが採用されています。準決勝、本来はベルナルドとステファン・レコの一戦でした。しかしステファン・レコ右手骨折により、ベルナルドの相手はアンドリュー・トムソン。さあ東京ドーム進出をかけた準決勝のゴングが福岡に間もなくかき鳴らされます。帰ってきた南アフリカの剛腕か、それとも敗者復活、よもやの形で準決勝進出を決めたアンドリュー・トムソンか。準決勝の試合です。で、ベルナルド選手はですね、はい、トムソンの足怪我してるんで、蹴りを対応しますね。そうですね、なんか1回戦でベルナルドがかかと落としを放ちました。アンディの魂がベルナルドの肉体に宿ったか。右手の突き返して、完全に突き返してるからね。アンドリュー・トムソンにベルナルドは右手のキック。さあまだ戦えるか、表情は厳しい。まあ、ちょっと流血、アンドリュー・トムソンが、はい、前のこれはレコ戦ですね、はい、右の一発で流血したところはちょっとまた血が出てきますね。しかしベルナルド選手はですね、はい、1回戦で硬さが取れて、まあ、準決勝ですね、運も向いてきましたよね、はい、そして石井館長、ベルナルドがかかと落としを、まあ、見せるなんてことはここまでなかったんですけどもね。全然第1試合と全然違いますよ ね。 そうですね、やっぱり久しぶりの K-1 のリングで、はい、1試合目は本当にどうしても勝たなくちゃいけないというプレッシャーとすごく硬くなってましたけども、はい、まあ、全然動きが違いますね。どうやらアンドリュー・トムソンが1回戦でステファン・レコ戦で落ちた傷がどうやら悪化してしまったよう。しかしマイク・ベルナルド、この試合文句なしと言っていいでしょう。いや本当ベルナルドは本当に運が向いてきましたね。マイク・ベルナルド復活した南アフリカの剛腕、ついに東京ドーム進出を果たしました。アンディの遺言を受けてこの K-1 復帰を決めたベルナルド、よく決めましたからね。1回戦はその剛腕で、そしてこの準決勝はこの右のローキック、ね、もうレコ戦でアンドリュー・トムソンかなり足に出てましたから、はい、最後結果的には トップなんですが、これは谷川さん、もうベルナルドの KO 勝利と言ってもいいですね。そうですね、これはついにアンディの遺言を受けてマイク・ベルナルドが東京ドームグランプリ決勝戦への進出を果たしました。敗者復活で勝ち上がってきたアンドリュー・トムソンに何にもさせず、南アフリカの剛腕マイク・ベルナルド、鮮やかな試合でした。さあ残すはあと1つ。